はい、どうも皆さんこんにちは。三賢者の新平です。今日も言霊やっていきます。パブリッシャー変更のアップデートが終わりましたね。で、身に覚えのない、虹の声玉が3000個ほど増えてるんですけど、あれ、これはあれかな、このメンテナンスと、あのアップデート、何、パブリッシャー変更のとかでもらえる虹の、はい、メンテナンスじゃないとりあえずね。そう、進化しましたね。パブリッシャー変更とかでもらえる遺跡記念のやつは、もう、受け取ってる設定ってことでいいのかな？そう、メンテナンスちゃんが進化できるようになったので、ちょっとまあ別の動画で進化させましょうかね。お、やば、これめっちゃ時間かかるやつだ、これ。で、今日は、何をしていくかというと、もちろんガチャですね。ハロウィンイニシアーサーとヴィランスロット。このヴィランスロットめっちゃかっこよくない？これめっちゃかっこよくないですか？モートクレール。うん。で、まあ、そもそもの闇のうって強くねっていう話。ただ、11月にはモンストコラボが待っているので、なるべく早い段階でこの2体を引きたい。ということで、とりあえずね、報酬を受け取っていきます。はい、ハープロメテウス。トモエゴエ。で、これ地味に、この、今の服が何から何に上がったのかが分かるって、これ結構嬉しいですよね。今まではこう1アップとかだったんですけど、今後これが見えるようになるので、周回してる時とかね、今どれぐらいなんだろうっていうのをいちいち見ないで済むようになると。僕はあとは本当にガチャですよね。まあ本当にガチ勢の課金ガチ勢の人とかは、このガチャキャラって今ラックいくつなんだろうみたいな、ラックじゃないの、なんですよ、服いくつなんだろうっていうところがの神武装見れる。まあまあなかなかいないと思うんですけど、その服マックスガチャゲーを目指してる人。地味に初ゲット。はい、で、宿題も受け取っていこう。これ多分宿題で地味にこの虹の言霊をゲットできるので、やばい、これやばいやばいやばい。これだって右上のこの数字がね、どん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 この上がってってるの分かりますか？はい、プレゼントボックスに30個のプレゼントってなかなかないよ。はい、ということでこの1万個を引っ提げてハロウィン召喚いきましょう。まあ2周すれば出ると思ってる。はい、いや、なかなかないよ1万個。まあ真実の時100連したけど、あの時もこの追い課金だったので1万個を持ってるってことがなかなかなかったんですよね。はい、とりあえず引いていきましょう。ここから本番だ。よし、行くぜ。この詳しいキャラ紹介とかまた後でしますね。重いぞ。いやー、これで絞ってたらなかなか X ラックやりよったなっていう感じだけど、こんだけ石を配るのはさすがだなって思ってるよ今。だこれで出てくれれば、うん、まあ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 、こんなもんでしょう。出れば結果終わりだったけどね。はい、まあ20連目いきましょうよ。まあ問題はね、モンストコラボですから。モンストコラボで X ラックさんのこの言霊へのね、この態度が分かりますから。はい、まあまあまあ、20連爆死ぐらいはよくあることでさ。まあこっちはね、1万個引っ提げてますから覚悟はしてますよ。いや、5000個ぐらいは残したい。絶対だって途中でさ、月末の、おいいね、いいね、いいね。月末も控えてんだよな。言霊祭り怖いんだよな。よし、来い。どうせモンストグラボは中旬とかじゃないの。来たよ。うとんだよ。ブランスロット引いちゃう？嘘でしょ。うまい。
嘘だろ、ちゃうやん、今じゃないじゃん。そしてうんと引くっていうね、4体目っていう新択マジで出すぎ。さあ無料分、さあまあ無料分でね出てくれでしょう。いやもしこれで100連とかしたらだいぶ痛いよ。花咲け、とりあえず。マジか、ちょっとスキップ。おスキップしたらいいことあったよ。ただ歯と死じゃ意味がない。はい、どうせ新尺、新尺23体とか出すぎでしょ。はいはいはい、2周目です。2周目はしんどい、さすがにしんどい。来たよ、やっと花咲いたよ。お花が咲いて流れ星。いやでもね、イニシアーサーよりもヴィランスロットを引いておきたい気持ちね、どちらかというと。こういうこと言うと来るんだな、イニシアさんが。ホロイン、歌詞を配るだけでよかろう。 なぜこれを着ねばならんのだ。はい、ということで、まあ、イニシアズゲットですね。ちょっとヴィランスロットも狙うよ、これはもう狙うよ。まあ、2周目覚悟ですよ。なんなら全溶かし覚悟ですよ。もうね、いっちゃいましょう。頑張れ、頑張れよ、頑張ってくれよ。しんどいよ、こんな無料分たくさんもらったのに。あっという間に、あっという間に溶けていくよ、あっという間に溶けていくよ。もともと多分4000ぐらいは持ってた気がするんだよね、昨日の段階で。それがこう多分何もろもろのなんかアップデートのうんぬんかんぬんで3000個ぐらい増えてさ、で宿題でさ3000個ぐらい増えてさ。マジか、調子ハロウィンガチャ気をつけな、みんな気をつけな、甘くねえぞ。いやでもね、バレンタインとかそれこその季節物のガチャって結構渋いイメージが僕はあるんですよ。オーラいいわ、やば、引いときたいよ。でもちょっともういくよ、ガンガンいくよ。100連だよ、もうこれ100連だよ、100連覚悟しちゃってるよ。もう来たー、イニシアーサーじゃないことになるよ。ダンスロット来ていいんだよ。3000個残しってすげえ中途半端だな。3000個なんか一瞬で溶けるよ。は？なんだ歯って、なんだ歯って。お前一時見ねえなと思ったらまた出るようになったな。おい、ちょっと確率もまね、確率ちょっと確認しよう。提供割合重いなあ、クソ。1%にして、はあ、なんだよ、なんか俺動画ガチャ動画100連する人みたいになっちゃうじゃん。流れ星は期待しない、新択とかね可能性があるんで。さあ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 、はい、陶酔ですねこれ多分ね。時の鏡でしたね、そっちでしたか。違うよ、僕が欲しいのはウだよ。待って、これ100円してれないとかありえる。いや、ありえるな、全然ありえるぞ。イニシアさ出ただけマシって書かれるな、これな、書かれてすぐ消されるな、これな。はい、いいね。ちょっと待って、100連以上だなこれな。そうだよね、無料分が挟まってるから。手って何、手って、嘘でしょ。
まあ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 。そやん。現時点で3周しましたね。3周したので、120連でございます。120連して出ない。闇が深え。闇が深えぞ。ハロウィンガチャ。ラストだ。130連だ。はい。130連目だぞ。さすがに出てくれ。全部、来たよ、来たよ。ウコの御霊、やめてね。これがお前らのやり方か。今日は姿勢ではこのような格好をするようですよ。ハッピーハロウィン。1万個あった。1万個あったのが消えた。消えた。しかも沼いらない。うまいらいねえじゃん。ちょっととりあえずね、イニシアーサーを進化させましょう。1万個を溶かし、これはコスプレだ。まったく私の女装の何が楽しいんだ。バレてないよな。はい。1万個を溶かし、2体を手に入れました。これがお前らのやり方か。 X フラッグ。はい、ちょっとカットして沼いら行こう。沼いら。はい、ということでヴィランスロット素材集めてきたんで進化させます。私の渇きを満たす幻遊王の血が。はい、いやマジか。あんだけあった石が全部消えた。まずね、イニシアサ、これはコスプレだ。我が栄光に。まあまあ、チェンジがシルブレってところで汎用性は高いですね、かなりね。まあイフインとか、あのなんかこう、何、今までヒデッキにイフイン入れてた人とかがなんかこうイニシアサで代用できるのかな。うん。で、まああのイニシアサ入れてた人とかがちゃんとヒデも同じ役割をするものが出てきたっていう感じですかね。チェンジシールドが絞りたいね、ちゃんとね。CM とジェンチ両方持ってるやつで、神尾結びとイニシアーサ、真実の3体かですね。はい。なのでまあかなり貴重な、キャラクターになっているかなと思います。でまあいいだしね、何より普通に強いいいだしね。はい、じゃあブランスロットはトゲガードとシルブレで5文字以上の時 HP 回復。結構増えましたよね、この HP 回復が付随しているもので。まあ結局のところどれぐらい回復するかにもよっちゃうんですけど、まあついてるだけで安心感はあるっていうところはありますよね。うん。でウーなんかはかなりこう小とか強とか、あのね、長とか中とかで5文字を作りやすいものにはなっているので、ただこう4文字以上で、かつ腕で終わる。だから、昇降とか、なんかそういう作り方をしないと、昇階とかだと、昇階の、ね、先の方のウに、これ使っちゃうと、まあ発動しないっていうところなので、ちょっと気をつけなきゃいけないところはあるんですけど、まあまあ使いやすいですね。はい。で、水属性のウ、僕は持ってない、あの、なんだっけ、ウォーグルだっけ、が、いて、まあようやくこう揃ってきたかな、揃ってきたかなっていうところ。まあ個人的に今一番使えるのは裏ブレイブンかな、まあ、あと恨みかな。ただ恨みはね、頭じゃないといけないっていうところがあるので、
まあ、ウラブレイブンの使いやすさもあるのかなと思いつつ、まあ、ヴィランスロットを使っていく機会も増えていくかなと。で、こうじゃない、ぷよぷよのコラボあたりからちょっとまた英雄復権の兆しみたいなのが見え始めてるのかなって個人的に思ってるので、またなんか強い時代が来るのかな、来るといいねって勝手に思ってます。はい、なんとかね追加で、石をぶっ込まないで済んだのは良かったものの、結果何年130年して、2体揃えることができました。ぜひ参考にしてください。皆さんもね、ぜひぜひ2体欲しい方は、引いてみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。